命は、めぐる。三味線という日本の伝統楽器がある。安価なものは犬側が、高級品には猫側が使われている。動物愛護の観点から、近年合成皮革を使うこともあるようだが、音質は猫側が志向という。残酷だ、と言いながら、あなたや私は自分の猫にネズミのおもちゃを買い与える。それはウサギの毛皮でできている。また人間は、牛や馬、ワニや蛇などの皮も剥いで使い、その恩恵に預かっている。こういう時に使える、薄っぺらいが感動的で都合のいい言葉を、人間は持っている。